続きまして IT 融合人材育成連絡会で検討 していくにあたりまして参考にさせていただきました2点の項目のうち1つ目プロセスモデルの考え方につきまして IT 融合人材育成連絡会のメンバーからご紹介させていただきます。テーマはイノベーションを起こすことができるのか。講演は一般社団法人経営情報学会研究委員会の田辺さんです。イノベーションを起こすには何らかのプロセスがあるのでしょうか。今までの研究をインプットとし連絡会で定義をしたメタフレームなどの検討結果をご紹介させていただきます。それでは田辺さんよろしくお願いいたします。横浜国立大学の田辺というふうに申します。本日は、イノベーションは起こすことができるのか、というタイトルで、この当連絡会で、議論を重ねてきましたけれども、その内容についてプロセスモデルについてお話をしたいというふうに思っております。このタイトルを見てイノベーションは起こすことができるのか、パンフレットを配っていろんなところ歩きましたら、これ日本で起こすことができるということですかとかですね、起こすプロセスがあるのですかとか、もっと言うとそもそもどういう意味ですかっていうのもあったんですけれども、ここではですね、イノベーションを起こすプロセスというのは何らかあるのか、どういうプロセスを想定して我々活動すればよいのだろうか、そういったことについてお話をしていきたいというふうに思います。連絡会でですね、IT を、イネーブラーとしてイノベーションを起こせるような人材をどのように育成していくか、さまざまな視点から議論を重ねてきました。でその議論を進めていくとですね、どうも、人材、個人、個々人の資質、能力、スキル、その議論をしているだけではダメではないだろうかといった意見が、だんだん出てくるようになりました。で後半、じゃあそういった、IT を、イネブラーとしてイノベーションを起こせるような人たちが、実際にイノベーションを起こすようにできるような、場あるいは組織、こういったものも、両方考えていかないと、うまくいかないのではないかということで、この連絡会では IT 融合人材、定義を書いておきましたが IT 融合により価値を創造しイノベーションを創出する人材というふうにまとめさせていただきました。こういった人材とともにもう一つあります。こういった IT 融合人材が実際にイノベーションを起こす主体となる、小さなグループやなんていうんですかね、チーム、プロジェクトチームといったものを創造されるといいと思うんですけれども、専門性を持つ IT 融合人材が共同して価値創造を起こす主体となるような組織、これを IT 融合実現組織というふうに名付けさせていただきましたけれども、こういった組織というのがあって、その活動をさらに円滑に進めるためのもっと大きな環境であるとか組織の持つ能力、これをセットで考えていく必要があるだろうというふうにたどり着いたわけですね。こういったところにたどり着いた。で問いとしてはですね、じゃあそのイノベーション、これ言葉として置き換えますが、ここではイノベーションを価値を創造する、でこの場合の創造は単に描くだけではなくて、創造してさらに具現化する、実現化するということも含んでおります。価値を創造してそして実現する、こういったプロセスはあるのだろうか。これが今回の私の、発表での、問いになるわけです。でこの連絡会では先ほど言いましたように、上段にあります、人の絵がいろいろと書いてありますけれども、これが、IT 融合人材です。この IT 融合人材がいろいろなそのインタラクションコミュニケーションをして、着想思い、というものを共有しながら、でさらに、ディベートを繰り返して、もやもやっとしたようなものをリファインして洗練化させて、そして何かもっと鋭い洞察を得て、そして得られた知見を融合していく、
で上に書かれている黄色で書かれているところですね、枠の部分がその IT 融合実現組織と言われるものです。これはこの図は言ってみれば、まあアーキテクチャに相当するものではないかというふうに思うわけですけれども、でこれだけではなくて下に書いてありますように IT の、IT 融合組織能力といってですね、組織の持つべき、まあ、ケイパビリティであるとか、あるいはアブソープティブキャパシティだとか、組織全体の、特性、これを両セットで考えていくと、いわば、例えば、まあ、我々の私の言葉なんですけれども、IT 融合人材の育成というのはむしろイノベーションを起こす人間の、まあ、活動としての全体のシステムとして捉えたときに、システムの要素は IT 融合人材であり、下の部分ですね、 IT 融合組織能力に相当する部分はシステム全体の特性、ということになろうかと思います。ですから要素と要素間の関係、それから全体としての特性両方セットで考える、これがまあ今回本連絡会での大きなまあ成果ではなかったかというふうに思っております。でさてプロセスについて考えたいんですけれども、いくつか、この連絡会の議論の中で参考にした、モデルについて説明させていただきたいと思います。まず向かって左側ですけれども、これが参考審、産業構造審議会の人材育成ワーキンググループで、まあ提唱された、まあ新製品新サービス創出プロセスと言われるものです。でここのモデルの中では、一番上ですかね、価値発見、ちょっとこれ見えますでしょうか、価値発見、そしてサービス設計、事業創出、サービス運用改善という、これをぐるぐるとこう回す。でそこにいくつかの、まあ、人材のロールをですね置いて、そのロール、人材に求められるスキル資質というものを議論したわけです。でこの時点では、おそらく、なんですけれども、あまり組織という、視点は入ってなかったというふうに思います。で連絡会の第3回目ぐらいからですね、他のモデルはないかということで、いろいろと、メンバーを中心として探しました。その上で出てきた、モデルがですね、熊のイノベーションプロセスというものです。でこのプロセスモデルは2つの軸からなっておりまして、1つは、思考の抽象度、これ縦軸になっています。現実的なのか、それとも抽象的なのか。それからもう1つは思考の方向性です。知る、つまり対象から何かいろんなものをこう知っていくという方向性なのか、むしろ内なるものから外に働きかけて作っていくのか。でプロセスは、まあ、仮説だとか思いだとか着想というものに想定すると思いますけれども、ここら辺から始まって、まず現実的な対象からですね、まあ、知る方向に引きます。で分析的な思考をして抽象化していきます。で抽象化したものをさらに統合して、そしてそれをさらに、まあ、現実の世界に落とし込んで実現化していくと。でこれは本連絡会に大きな、まあ、インパクトを与えたわけです。ただこの時点ではまだこの知るあるいは作るといった主体が個人なのか組織なのかといったような議論までは生まれておりませんでした。でそこで出てきた、議論なんですけれども、先ほど茂木座長の方から、まあ、日本人らしい、プロセスというものないかというような言葉がありましたけれども、これもまた我々連絡会の議論に大きな影響を与えたものでありまして、野中育次郎先生のですね、席モデルであります。でこれはご存知の通り、2種類のポラニンが言う暗黙知と形式知という2種類の知を相互にどういうふうに変換していくのか、そのプロセスがどのようになっているのかということを理論的に明らかにしようとしたのが席モデルであります。でまあ、席の順番の通り説明いたしますと、まず最初の S ですね、共同化、ソーシャライゼーション、から始まりまして、次、そのエクスターナライゼーション、それからコンビネーション、インターナライゼーションという形でこれをぐるぐるこう回していくということであります。でここのモデルで、近年のモデルですと、ここにですね、個人であるとか、あるいはグループ、それから O というのは組織ですね、オーガニゼーション、それから環境、エンバイロメントというものがこう出てきておりまして、もうタイトルも組織的知識創造プロセス、見ての通り、組織として、知識をどのように、その作っていくか、というところにフォーカスを当てております。で、この、2つの、紹介した
三光神のモデルとクマのモデルというのとこの石モデルと明らかに、まあ、ある意味次元の違うことをちょっと言っているわけですが、この2つ、つまり組織、における知識創造プロセスというものと、あとこちらの方ですね、クマのイノベーションプロセスモデルというものが、まあ、何かこ うまく融合いたしまして我々の、基礎的なモデルになりました。でこれが、IT 融合人材育成連絡会で、まあ、作り上げました価値創造プロセスと言われるものでありまして、どこからスタートするかというと、実はどこからスタートしてもいいんですけれども、まあどこからいくかというとここですかね。もともと重い着想と言われるものがあって、これから始まるわけですけれども、スタートとしてはですね、理解共感、そして価値発見、ビジネスデザイン、ビジネス実証、ビジネス展開というのが、まあ、標準的なというかスタンダードなサイクルでありますが、このエントリーポイントはどこからでも、いいと、あり得るんじゃないかというのが、本連絡会での議論ではありました。で、ここで注目してほしいことは、重い着想というのがある意味、まあ、野中先生が言うですね、駆動目標ということに相当すると思うんですけれども、こういった重い着想があって何かいろいろな活動があって、仮説を立ててみてそれを検証して、いやそうじゃない、ああじゃないと。でこの中にはいろいろな推論というのがありまして、もちろん理論的な推論ですね、演繹的な推論というのがあります。それから機能的な推論もあるかもしれません。データアナリティクスを通して対象からですね、機能的に推論して何か知見を得るといったこともあるかもしれません。さらに、最近ではアブダクションといわれる仮説形成的な、説明ロジックですね、説明理論を、出すような、推論で、こういった3種類の、まあ、推論様式を組み合わせながら、その重い着想とこの5つのコンポーネントでなんかも行ったり来たりすると。でこのいくつかのプロセスの中に実は、私の、まあ、見解なんですけれども、野中先生の石モデルといったようなナレッジクリエーションのサイクルがぐるぐる回ってるんじゃないかというふうに今考えております。でこれがですね、我々の考えているメタフレームと、参考にしました参考心のモデルとの、まあ、対比といいますか対応なんですけれども、我々の連絡会としては、価値創造プロセスとしてです、5段階、まあ、5ステップを考えました、理解共感、価値発見、ビジネスデザイン、ビジネス実証、それからビジネス展開。でこれは参考心のモデルですと、まあ、それぞれ流度違いますけども、おおむねも対応しているということであります。で、ただですね、こういったプロセスというものを描いてしまうと、どうしても特に私が持論なんですけども、日本人はですね、ステップというのが好きでありまして、でステップ非常にきちんと守りたがるんですけれども、実はステップを守るということよりも、ステップがあるいはプロセスがどういうふうに位置づけられているか、なぜそのプロセスが存在しうるのか、しなければならないのかという意味を考えながら行動に起こしていくということが重要ではないかというふうに考えております。そうでなければですね、とにかくこのステップに従っていけば必ずイノベーションを起こせるんだとか、このステップに従っていけば必ず成功するんだと、実際そんなことはないわけでありまして、でただし成功している事例を見ますと必ず何らかのプロセスがあります。でそのプロセスは、まあ、結果なのかですね、でこうすればこうなるっていうようなものであるか、どちらとも言うこともできないかもしれませんけれども、絶えず我々はそのプロセスが、なぜそこにそういうプロセスが必要であるのかということを考えるからこそ、次に進むことができて、その自分たちの位置づけが確認できる、そういうふうになるんだろうというふうに思っています。ですから私の今回の発表で、イノベーションを起こすプロセスはあるのかという問いに対してどう答えるかというと、それはあるとは思います。ただし、結果としてのステップは示せますが、こうすればイノベーションは必ず起こせるというものは示せない。ただし重要なことはプロセスを絶えず意識して行ったり来たり、そのプロセスの意味を理解しながら内省的に進めていくということが重要であろうかというふうに思っております。ということで、簡単でありますが IT 融合人材育成連絡会におきますプロセスの考え方について、まあ、私の、個人的な見解も交えまして紹介させていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。